第1課、香港ケンタチャンネル、ケンタです。おはようございます。いや、あのね、朝やっぱちょっと寒いな。涼しい、寒い。まあ寒くはないのか。まあ、半袖でもギリギリ耐えられるぐらいのレベルですね。で、夜寝てるとね、ちょっと夜中に寒いなって思うことがあります。あの、寝始めはね、ちょっと暑苦しい。まあお風呂の後っていうのもあるんでしょうね。そういうのもあって、こうちょっと寝苦しかったりします。じゃあ早速、本日も香港の天気やっていきましょう。本日2月24日で、最高気温26度、最低気温18度だそうです。今日は一日、比較的曇りで、雨は降らないようです。じゃあ次にコロナ感染者数やっていきましょう。本日2月24日で23日の感染者数は12名でした。回復者23名、死者0名でした。悪くないのかな、なんか悪くはないような気がします。最近ちょっと良くなってますね。で、ワクチンの接種が、まあ、一応始まったといえば始まったので、まあ、これからどんどん良くなっていくのか、まあ誰も打たないであんまり変わらないのか、そこがちょっとわからないところかなと思います。まあ減ってはいくのかなと僕は信じてます。コロナ関係以上になります。さて、じゃあガジェットの話なんですが、何を話そうかなといろいろ昨日の夜悩んでて、仕事の後ですね。で、まあ、歩き動画をするにしても、歩き動画で撮るための機材がちょっと今手元に何も特に変わったものがないなと思っていてですね、じゃあ何をやろうかと思った時に、私のまあ YouTube の大先生である TJ さんがですね、見つけてきた記事に写真をね、1日30枚撮って、その30枚からいいものをこう選んで、毎日こうベスト10を更新していくっていうのがあったんですね。なので僕の中で、まあそれもちょっと30枚って結構厳しいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ動画を撮ろうって心の中で決めて出かけると、やっぱり写真ってほとんど撮らないんですね。なので必ず写真を撮ろうというスタイルで行こうと。で、写真をただ撮るのね、面白くないので、こういうね、最近流行りのマニュアルレンズですね、これはですね、セブンアーティシャンズっていう中国製、中国ブランドのレンズです。で、これは 35mm の F1.2 という明るいマニュアルレンズなんですけど、このレンズを使って写真を撮るっていうのをこうやっていこうと今思って、昨日の夜から始めました。で、昨日の夜はギリギリね、44枚撮れたので、ただ44枚撮った中でもやっぱ没写真ってあるので、その没写真は省かせていただいて、比較的まあ見ても大丈夫そうなのをテンポよくパッ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 とこうやっていくので、もしよろしければ見ていただけたら嬉しいです。で、概要欄の方にね、一応この写真が入っている Google ドライブを共有しているので、そちらでゆっくり見ていただいて、まあ、もしお気に入りのがあったらね、そこにハートマークをつけてくれたり、あのそこにコメント、あのこういう画角にした方がいいんじゃないかって、ここの部分いらないんじゃないか、ごちゃごちゃしすぎてるんじゃないかとかですね、まあなんかこう簡単な写真に対してのアドバイスとかいただけたらね、非常に嬉しいなと思います。まあ単純にね、この写真いいねとか、あのこの画角いいねとか、ここどこなのとか、そういうコメントでも全然構わないので、コメントもらったら嬉しいです。じゃあ早速、写真パラパラですけど見てください。どうぞ。いかがだったでしょうか。まあこれをベースにね、今日もあの朝何枚か写真撮って、まあ、やっぱね、気づいた時にどん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 写真を撮っていかないと間に合わないので、30枚って結構難しくて、いつも1日が終わると、まあ、5枚撮ってれば多い方なんじゃないかな。10枚は絶対ないですよね。気を使って撮って、多分5枚10枚あるかないかですよね。で、気合い入れてね、どっか出かければ、まあ、もちろん50枚100枚撮ったりするんですけど、まあ、毎日30枚が目標なので、まあ、今日からちょっと頑張っていきたいなと思います。どこかでね、挫折するかもしれないので、心優しい気持ちで見守っていただければと思います。ということで、本日から頑張って30枚毎日写真を撮ってアップしていくぞという YouTube でした。ちょいきん、またね、バイバイ。